日本電機 NEC モバイルコミュニケーションズ、NEC の携帯電話一覧 CA-01、C カシオ計算機エクシリム CA-01、C メインカメラ側ドコモプライムシリーズ、エクシリム携帯 CA-01C は、当時の NEC カシオモバイルコミュニケーションズによって、開発された、NTT ドコモの第三世代移動通信システム端末である。 ドコモプライムシリーズの端末。型番は CA-0HC とカシオ計算機を意味する CA を監視、なおかつカシオブランドであるがドコモと NEC カシオの扱いは事実上日本電機同様である。以下 N と CA はそれぞれ NEC ブランドカシオブランドの携帯電話を表す。NEC カシオ製ではあるがカシオブランドとしては 初となるドコモ向け端末である。またドコモ初のエクシリムブランドを使った携帯電話となる。au 向けやソフトバンク向けの CA はカシオも開発に携わっているが、本機はカシオが NEC カシオに商標ライセンスを提供する形で、NEC カシオが全面的に製造、開発を行っており、カシオは本機の開発には関与していない。 このためとなっていることからもわかる通り CA ではあるがドコモと NEC カシオからは事実上 N の扱いを受けている。つまり、本機の実態を一言で言えば、カシオのエクシリムブランドを冠した N である。2011年夏、モデル限りでドコモプライムシリーズが廃止されたため、本機は同シリーズ全体として最終機種となった。また2013年12月をもって、 カシオ保有の NEC カシオ株を NEC が引き取り、さらに会社自体も2016年3月に NEC 本社に移管して解散したため、ドコモ向けの CA は事実上の N タル本機が唯一の機種である。カメラ機能としては1630万画素の利面照射型 CMOS センサーとエクシリムエンジン4モバイルを搭載し、高感度、低ノイズを実現し、 フラッシュなしでも暗闇での撮影が可能となっている。またツインカメラを搭載しているわけではないが、カメラを水平にずらして撮影することで、3D 画像の撮影も可能となっている。また、0.5秒で起動する機能も有しているが、この実態は前日の通り本機が事実上の N であるが、ゆえの瞬殺機能である。電車機能が搭載されており、3メガサイズで、 30fps、約0.6秒間の高速連射で20枚の画像を記録が可能なほか、壁紙サイズであれば、約0.5秒間の高速連射で、画像30枚の記録が可能となる。またその中からブレたり、目を閉じている写真を除き、ベストな表情の1枚をカメラが自動でセレクトする。合わせて、撮影間隔約0.6秒で、次々と撮影できる。 クイックシャッターも搭載されている。ユニークな機能としてはエクシリムでもおなじみのダイナミックフォトがあり、複数枚の連写画像の中から動く、被写体をカメラが自動で切り抜き、動くデコメピクチャーを作ることが可能なほか、他の写真と組み合わせた動く合成写真を作ることも可能となっている。斜めに撮影した画像を正面から撮影したように補正することができる。 ビジネスショットと言われる機能が搭載される。動画撮影においては、超解像3倍、デジタルズーム対応フルハイビジョンムービーの撮影も可能となっている。その他 YouTube にアップするのに、最適なサイズでの動画撮影も可能となっている。端末の形状は二軸ヒンジの折りたたみとなっており、液晶画面は二軸ヒンジで180度回転し、デジタルカメラのようなポジションを取ることが可能となっている。 タッチパネルだけでカメラのほとんどの操作が可能となる。例えば画面上で撮りたい被写体をタッチするだけでその被写体にフォーカスを合わせ、また子供やペットといった動き回る被写体でも自動的に追尾してくれる。その他にズームやその他カメラ設定もすべてタッチパネル上で設定することが可能となる。インテリジェントオートフォーカス機能が搭載されており人物、風景、 人物風景、トワイライト、夜景、マクロの6つの撮影シーンをカメラが自動で判別し、自動で最適化されたモードで撮影することができる。その他に、ビーチ、スノー、ペット、食べ物、文字、スポーツ、パーティー、水中、モノトーン、セピアといったモードを手動で設定し、撮影することができる。さらに、ミニチュアモード、インスタントカメラモード、 ビガンモードビガンキラキラモードといった自分好みの撮影モードを選択し撮影することができる。また6軸の手ブレ補正機能が搭載されている。シサバリ屋敷の 3D 液晶に対応しており専用メガネなしでも 3D で閲覧が可能となっている。合わせて撮影した写真を 3D で見ることも可能である。ビトブや YouTube などで配信されている。 3D 動画も立体視で見ることができる。また、液晶画面は静電式のタッチパネルとなっており、カメラの設定を含めて、ほとんどの操作がタッチパネルで操作が可能となり、文字入力などもフリック入力が可能となっている。3D 液晶に合わせ、3D 対応のコンテンツやゲームなども用意されている。オート GPS 対応以下のアイアプリや、 iWidget がプリインストールされているほか、d マーケットなどから様々なアプリケーションをダウンロードし、追加でインストールが可能となっている。2012年1月11日に以下の不具合の修正がソフトウェアアップデートによって行われた。バッテリー端子の接触不良による診断が起きることがある。対応プロファイル HSP、HFP、d n OPP、A2DP。A AVRCP SPP16.3 メガカメラ搭載のドコモ発のエクシリム携帯、CA-0HC から携帯ウォッチカーツでは、可視用性のポケットポストペットで 0K のコードになっていた。モーバー向けであったため、頭は A ではなく0となっていた。富士通東芝製、東芝ブランドの T-0HC も同様に T ではなく F の扱いとなっている。 その後継機種である T-01D と T-02D は富士通製、富士通ブランドである。当資番号は前者がアッツワイ、後者がアファイビー。現在ではこちらもカイ・ T とまとめられている。NTT ドコモ報道発表資料2011夏モデルの2機種を発売。ありがとうございます。